皆さんこんにちは、ピアノコンシェルジュのスギちゃんです。やちゃんです。今回は河合のグランドピアノ弾き比べシリーズをご案内いたします。今をときめく現行モデル GX シリーズと河合創業者河合小一が生み出した KG シリーズを比較いたします。それではまず音色をご確認ください。どうぞ。今回は河合の最新モデルと河合の初代様の弾き比べ動画でございますね。皆様どちらがお好きでしょうかね。私個人的には河合の音色は柔らかな優しい音色、長時間弾きやすくて聞きやすい音色かなと個人的には思っております。ゆあちゃんはいかがですか。そうですね、やはり優しくてまろやかな音色が河合の特徴かなと思います。はい、それでは最新モデルとこの初代様の KG シリーズ、一体どこが違うのか比べてみましょう。どうぞ。まずは音色から見てみましょう。 KG シリーズは1970年代から製造開始し、 GX シリーズは2013年から製造開始しております。古い方が悪く新しい方が良いというわけではございません。響きを求める場合、古い方がよくボディに馴染んでおりますので良いかもしれません。年式や最新の弾き心地を求める場合は GX シリーズの方がおすすめかもしれません。どちらもそれぞれ魅力がございます。年式だけではございません。今度は機能面について見てみましょう。こちら KG シリーズならではの機能が実はございます。ハンドマフラーという機能があるんですよね。何かハンドマフラーとは何か、ズバリ音を小さくできる機能でございます。通常一般的に弾けますが、ここにレバーがあるんです。レバーを弾くと音が小さくなります。これはアップライトピアノのね、真ん中のペレと同じ機能でして、弦とハンマーの間にフェルトというね、羊の毛を挟むことによって格段に音を小さくする機能でございます。一般的に音をなくす機能とかね、は消音機能といって機械を埋め込まなければいけないので、タッチ感も変わったり、いろいろピアノにはね、影響があるんですけども、このハンドマフラーでしたら、ただ弦とハンマーのようにフェルトを挟むだけの機能でございますので、ピアノにとっては影響がほとんどないかなと個人的には思っております。こちら昼間はたっぷりと生の音で楽しんでもらって、夜練習したい場合、ちょっと譜読みをしたい場合、指を動かしたい場合は、こちらのハンドマフラーという機能を使って存分に練習していただけると幸いでございます。もうこれは KG シリーズならではの、機能でございますね。グランドピアノなのに音を小さくできる機能がついているよというね、シリーズでございます。タッチ感、逆に、GX シリーズ最新のものはハンドマフラーはついておりませんが、逆にウルトラレスポンシブアクションというね、アクション弾き心地にこだわった機能がついております。何か、通常のピアノというのはほとんど木材を使用されて作られております。ただ河合という会社はですね、独自にウルトラレスポンシブアクション、もうカーボンファイバーというね、素材を作り上げまして、劣化しにくく耐久性に優れており、軽量化に成功した素材を作ったんです。なのでこのアクションですね、このハンマーとね、連動させる部分とかにもそのカーボンファイバーの素材を使っているので、劣化しにくいですし、耐久性にも優れております。弾き心地、レスポンス、この跳ね返りも良くなりますので、もしかしたらウルトラレスポンシブアクションがついている方がタッチ感がしやすいよと感じる方もいるかもしれません。これも好みの世界です。もし耐久性とか劣化しにくいよっていうのを求めるのあれば、ウルトラレスポンシブアクションがついてる方がいいと思いますし、いやいや、木材だと
木材が一番振動する材料でございますので、もうボディだけではなくて内部も振動して響きをより豊かにしたいよって方は、もしかしたら木材、本来の木材のみの方がいいかもしれません。これは好みの世界です。タッチ感も軽い方がいいとか、重たい方が引き心地を求める、ずっしりと引き心地がいいというような好みの世界でございますので、微調整は弊社工房がございますので可能でございます。ただ劇的には変われませんので、これもぜひ試談してみていただいて、自分がどっちが好きか、あ、ウルトラレスポンシブアクションがついている方がいいのか、ついてない方がいいのか、それも確認いただけますと幸いでございます。そして材料の違いが大きいかと思います。KG シリーズのハンマーには純国産品の羊毛、反対に GX シリーズのハンマーにはオーストラリアもしくはニュージーランド産の羊毛を使用しております。また発見ですね、鍵盤 KG シリーズはアクリル素材なのに対し、 GX シリーズはファインアイボリーという人工造毛を使用しております。軽快な演奏をする際に滑りやすさを重視される方は、こちらの GX シリーズのようにアクリペットの素材が合っているかもしれませんし、逆に汗を吸収する素材の方がいいよという方は GX シリーズのようなファインアイボリーな素材が合っているかもしれませんね。このように最新モデルと初代様のモデルとではいろいろ違いがございます。あくまで最終的には好みの世界でございます。どちらがいい悪いというわけではございません。あなたはどのポイントでピアノをお選びになりますでしょうか。ぜひ我々ピアノコンシェルジュにご相談ください。材料で選びますか、値段で選びますか、音色で選びますか、弾き心地で選びますか、それともハンドマフラーというような機能面でピアノを選びますか。ぜひご相談ください。私個人的な感想で恐縮ではございますが、最終的には音色でぜひご決断ください。この音色はこの一台だから奏でられるものでございます。迷われましたらぜひ音色で決めていただければ幸せなピアノライフが過ごせるのかなと個人的には思っております。それでは最後にもう一度音色の違いを感じてみてください。あなたはどちらの音色がお好みでしょうか。ぜひ私たちピアノコンシェルジュに教えてください。ご連絡お待ちしております。どうぞ